こんにちは。今日はですね、動画編集ソフトを一つ紹介したいと思います。Filmora 11というソフトなんですけど、これから動画編集を始めてみたい方とか、もっと真剣に取り組みたいっていう方に、ね、ぴったりのソフトです。かなりいろいろ特徴があって、おすすめのポイントもたくさんあるんですが、今日は3つに絞って簡単にお伝えしたいと思います。そして動画の後半ではどんな風に使えるのかっていうのをお見せしたいと思うんですけど、私もですね、まだダウンロードして1週間ほどしか使ってないので、あまり詳しいわけではないんですけど、ど素人でもこのぐらいはできますよっていうことをね、お見せするちょうどいい例になるんじゃないかなと思います。じゃあまずおすすめのポイント1番目です。値段が安い。動画編集のソフトって結構本格的なものはね、高いですよね。私が使っているファイナルカットプロはちょっと値上がりして4万8800円します。Adobe のプレミア使っている方もいらっしゃると思うんですけど、これも毎月何千円かサブスクで払わないといけないですよね。ダヴィンチリゾルブも買い切りのものはやっぱり何万かすると思います。で、それに対してこの Filmora 11は1年間プランで6980円。そして永続ライセンスといって、ずっと使えるものなんですけど、これが8980円です。あんまり値段変わんないですけど。そしてさらにフィルムストックといって、いろんな素材が使えるサイトを使えるライセンスがついて、それで11780円というふうになっています。この後お見せしますけど、できることとか使える素材の豊富さなどを考えると、かなりお買い得なんじゃないかなと思います。で、2番目に挙げられる点としては、機能の豊富さがすごいです。いろいろ皆さん動画見て、ああいう編集してみたいなとか、こういうのどうやってやるんだろうって思うのがあると思うんですけど、ほとんどのことができてしまいます。多すぎてちょっと全部は紹介できないんですけど、代表的なものをね、いくつか紹介したいと思います。まずは動画編集に関わる部分で言うと、代表的なもので言えばキーフレームが使えるようになっています。もう一つが画面分割という機能です。私もよく比較映像なんかで映像を2つとか3つとか4つ画面の中に並べたりするんですけど、結構これがね、めんどくさい作業ではあるんですが、これがですね、Filmora 11を使うと簡単にできてしまうようです。モーショントラッキングっていう機能があって、これもですね、よくキーフレームを使って動いている中の動画をトラッキングするんですよね。それに合わせて何かを動かしたりとかするっていう、非常にめんどくさい作業なんですけど、これもね、簡単にできてしまうようです。で、オーディオ機能に関してもかなり豊富で、一通りいろいろ編集できるようになっています。で、オーディオ同期っていうのは、これ新しい機能なんですけど、音声だけ iPhone とかいろんなレコーダーなんかを使って録音して、で、映像と同期させるっていう作業が必要になってくると思うんですけど、そういうのも一発でね、できてしまいます。で、オーディオダッキングっていうのもあって、これはですね、クリップを選んで、例えば喋ってるのと音楽とか両方流れていて、こう喋りの部分は音楽を小さくしたいとかっていう編集をよくするんですけど、私が使っているファイナルカットの中ではそれは自動ではできなくて、手動でね、こう下げて調整していくんですけど、それも自動的にできるようになっています。さらに無音検出っていう機能があって、これはですね、例えば喋る動画でずっとこう考えながら喋っていて、あるパート撮ってちょっとしばらく無音で、また次のパート撮ってみたいな感じで、無音部分が何分か入ってたりするんですけど、それも普通は手動で消していくんですけど、で、これを使うと自動的にその部分を探し出してカットしてくれるという機能で、かなりね、手間が省けるようになっています。で、次はエフェクトに関してですけど、これはもう最初からね、かなり豊富なものが入ってるので、自分の動画のイメージに合ったものを簡単に見つけ出して使うことができると思います。で、もう一つはマスクっていう機能で、これ動画の一部分を隠したり、ある部分だけ見せたりするような、そしてそれに動きをつけたりするようなことが簡単にできてしまいます。 AI ポートレートで人物を簡単に検出してエフェクトをいろいろかけるっていうこともできるようになっています。で、これ11になってからまた新しい機能もいろいろ追加されていて、例えば HDR 動画をサポートするようになったり、字幕の作成とかも、できるようになっています。あとはオートモンタージュって機能なんですけど、これは使いたい動画素材をいくつか選んで、もう分析ってやるだけで勝手にね、1本動画を作ってくれます。ハイライトになる部分をどんどん切り取って、音楽もつけて1本の動画、時間とかの指定もできるんですけど、1本の動画に仕上げてくれます。インスタ用の動画とかも簡単に作ることができると思います。
という感じで非常に機能が多くて新しい機能もどんどん追加されてますので、詳しくはねこのウェブサイトをまた見てみてください。で次に3番目の特徴なんですけど、こんなに機能が豊富で、まあ、内容も豊富なんですけど、インターフェースが結構分かりやすくて使いやすいんですね。とっつきやすいっていうか、まあ、本格的なソフトになるほどいろいろ勉強して本当に使えるようになるまでにはかなり時間かかるんですけど、まあ、通常であればいろいろこうググって、でさらに YouTube でそのチュートリアルとか見て、でやっとこう新しい機能とかが使えるようになっていくんですけど、このフィモーラの場合は、まあ、フィモーラのサイトにもいろいろチュートリアル系のもの出てますし、まあ、本当ねソフト適当にいじってたらいろんなことができちゃう、試してねいろんなことができちゃうので、まあ、そうやってやってるうちに覚えていけるんじゃないかなと思います。じゃあ今から、YouTube で新しいレンズを紹介する動画を作るという体でちょっとやってみたいと思います。まず前半で、まあ、物の紹介をして、後半で作例をお見せするという感じで、まあ、作例も作ってみたいと思います。でまず新しいプロジェクト作るときには、ここでどんな、縦横比で作るかっていうのを作るんですけど、まあ、今回16対9でいきたいと思います。でこれが、本当の編集画面になります。ここを見るとメディア、ストックメディア、音楽、タイトルとかずっとあるんですけど、まずメディアっていうのはまあ本当に動画に使う素材を入れる場所です。ここをクリックして入れることができます。もしくはフォルダーからそのままドラッグ&ドロップで持ってくることもできます。ストックメディアっていうのはここにいろいろ入ってますけど、いろいろ用意されている動画、映像になりますね。こういう綺麗な映像がいろいろ入ってるので使えます。で音楽もここに入っています。でタイトルもここにありますけど、デフォルトとフィルムストックと両方あって、まあ、無数にあるタイトルの中から自分の映像に合ったものを探し出して使うことができる。で気に入ったのがあったらここにハートマークつけとけばお気に入りに入りますので、いつも使うことができます。でトランジションは映像の切り替わりに使うものです。でエフェクト、これもまあ、映像にエフェクト、まあ簡単に言うとフィルターみたいなもんでしょうかね、つけることができます。でエレメントは、まあ、これも映像に付け足すことのできるこういうなんて言うんですかね動くアニメーションみたいなもんですね、まあ、こんなの普通はいろいろそういうソフトを使って作らないとできないと思うんですけど、もういっぱい入っています。じゃあ実際にちょっとね編集してみたいと思います。じゃあまず新しいプロジェクトを作成というのを押します。これで新しいプロジェクトができます。でここに、プロジェクト用のファイルを読み込みます。こんな感じで選んでやるとここに読み込まれます。でこれを例えばここで、いるところといらないところをもう決めることもできます。例えばインでここアウトとかってやって、でこれをここに入れることもできます。まあ、私はもう結構こうやって全部掴んでここに放り込んで、この中でまあ全体的な流れを見ながらこうカットしていくようにしています。で音符マークは音声ファイルなんですけど、音声ファイルもここにこんな感じで置いてどんどん並べていくことができます。こんな感じで2つ選んでやって、でオーディオ同期ってやると音を合わせることができます。もう目ぴったり合ってます。でいらないところをカットします。という感じで、イントロはできました。で素材ファイルももう長いので短くしたいと思います。いらないところをカットしていこうと思います。という感じで、ここまでで2分なんですけど作ってみました。じゃあ次に、まあ、音楽を探しましょうかね。そうですね、こちらをね、これいいですね。これをじゃあこの作例部分にちょっと音量が大きいので調整して、ここでこのダッキングっていうのをオンにすると、この音楽のこの部分が、喋りの部分があるので小さくなります。今日はですね、田村さんが20
自動的に調整されてますね。めちゃめちゃ便利ですね。ちょっとここにキャプションもつけてみましょうか。ちょっと見てみましょうか。ちょっと字幕が間違ってるんで直します。2040って言ってますよね。で歩いています。で次に新しく加わったスピードランプ機能でスローモーションにスピードランプを加えます。まあ、いろんなパターンが選べるようになっています。次にちょっとタイトルをつけてみたいと思うんですけど、これを使ってみようかなと思います。これをですね、適当な位置にこの辺ですかね入れて、ここに入れたい文字を、なんだろう、じゃあ今度はトランジションをねちょっとつけてみたいと思います。まあ、今回は落ち着いた感じにしたいので、普通にこう 白っぽい背景なんで白っぽい感じにしましょうか。でここに文字が出るところにちょっとした効果音みたいなのもつけてみようと思います。音楽でサウンドに行って、まあいろんな音があるんですけど、例えば何がいいですかね。違うよね。ストーリーテリングってなんだ。ちょっと違う。このストーリーテリングかっこいいかな。最近発売された 20mm から 40mmF2.8 というレンズです。で、例えばですけど、ちょっとこれとか暗いので、明るくしたいなっていう時はこのクリップをダブルクリックします。そうするとここで、まあ、いろんな変更ができるようになっています。ビデオ、まあ、映像に関して、音に関して、速度、色、アニメーションとかなってますけど、カラー、トーン、明るさ、ちょっと明るさ上げてやるとか、高度な編集ってやると、こんなからカーブでもできますね。でハイライトちょっと落として中間上げてやってとか、こんな感じですかね。でほぼできたので、あとはオープニングとかをつけたいんですけど、オープナーって言って、まあ、いろいろ用意されてるんですけど、でこれをちょっと使ってみようと思います。あとはオープニングの音楽ですよね。これにしておきましょうか。こんにちは。今日はで、という感じで、まあ、大体完成しました。これがですね、まあ、タイムラインになります。エンディングは YouTube に合わせて20秒にしてあります。あとはちょっとした効果音、こういうピコンっていう音とか、あとはスローモーションに合わせてこういう音を入れたりとかしています。難しいことは何もしてないんですけど、まあ、このぐらいであれば、慣れれば多分本当数時間もかからないんじゃないかなと思います。じゃあこれを今から書き出してみたいと思います。エクスポートですね。ビデオ作成で、今回は 4K で撮影した映像なので、全部 4K で出力したいと思います。じゃあこれでエクスポートします。はい、完成しました。5、6分で 4K の3分ぐらいの動画が書き出せました。では次にですね、この作例を実際にお見せしたいと思います。どんな感じに仕上がったのかっていうのを見ていただけると思います。こんにちは。今日はですね、新しいレンズを一つ紹介したいと思います。タムロンから最近発売された 20mm から 40mmF2.8 というレンズです。こ
こんなにねコンパクトです。 F4 のレンズじゃないかと思うぐらいのコンパクトさになります。出かけてきましたのでその様子をちょっとねお見せしたいと思います。じゃあどうぞ。今日はですねタムロンさんの2040のレンズで歩いています。 F2.8 α7S3 につけて歩いています。おいしい。今作ってる、パパのご飯も美味しそうだよ。うん、いかがだったでしょうか。撮影に使っていてもですね、もう全然疲れませんね。あるこついてること忘れちゃうような軽さです。非常に早くてですね、動画撮影もバッチリできます。まあ、写真もね当然むちゃくちゃ綺麗に写ります。ということで今日はタムロンの 2040F2.8 のレンズの紹介でした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、いかがだったでしょうか。フィモーラ11の紹介だったんですけど、まあ、本当に高機能ですし使いやすいですし、いろいろ付加機能もたくさんついてますので、まあ、これから動画編集始める方には本当におすすめのソフトだと思います。詳しくはまた下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらの方ご覧になってください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。We'll be right back.